龍門滝は、鹿児島県姶良市加治木町を流れる網、掛川中流にある高さ46メートル、幅43メートルの滝。日本の滝100選に選ばれている。龍門の滝とも呼ばれる。網掛川が、白須台地から姶良平野へ流下する出口にあたり、比較的開けた場所にあるため、九州自動車道を走行する車内からなど、遠方から眺めることもできる。 上流から農業用水が取水されるため季節や天候によって水量が大きく変動する。特に5月末から9月にかけての農繁期に昇雨が重なると滝の流れはほとんどなくなることがある。滝の近くに流門滝温泉がある。流門滝北方上流にある遺体での滝までの渓流沿いや西方にある石畳道の流文地坂までの地域は流門滝の森と名付けられている。 流門滝の岩盤は、高深夜に、国武装軍と呼ばれる地層へ貫入したマグマが冷えて、固まった安山岩であり、中上節理が発達している。流門滝の南東約 1km にそびえるザオ岳も同様なマグマの貫入によってできた火山岩系である。中国の流門枠に似ていることから流門滝と名付けられた。藩主、島津忠常の和歌に読まれたり、 立花の南京の最有期において、賞賛を受けるなど、薩摩藩内随一の明牢として知られ、儒者の安井側剣もここを訪れている。梶木城主の島津久明が滝近くの丘に建てさせた観音像が今も残されている。かつて滝が森に囲まれていた頃、老婆が滝壺で洗濯をしていると大波が、怒りおろちが現れたという伝説があり。 それ以降、滝壺で洗濯するものはなくなったと言われる。また、全長4から5尺の亀が生息していたとも言われる。1989年、周辺に遊歩道や、筒子園などが整備された。1990年4月12日、日本の滝100選に選ばれた。ありがとうございます。